Hello, こんにちは葉山の簡単カタカタナ英会話、えー、皆さん自宅待機とかで、えー、外に出られないっていう状態ですが、えー、お料理なんかをされてる方もいらっしゃると思うんですけれども皆さん英語で、えー、自分の作った料理作る料理を、えー、外国人の方に教えることができるでしょうか ちょっと試していただけたらと思います。えー、っと私事ですけれども、はい、えー、たくさんの外国人の方に、まあな何回かに分けてですけれども、日本料理や、えー、中国料理など日本の家庭料理を教えした経験があります。大変でした。はい。えー、それでなんですけれども、うん、まああのある程度の語彙 というか決まり文句がありましてそれを言えばいいっていうことなんですけれどもえまず、えーまあ、材料の説明から入りますよねとにかく向こうの方は、えー、と好奇心が強いので好奇心が強いっていうのは「キュリアス」って言います「I'm so curious」って言ったらすごい興味があるわ。 ということなんですけれどもそれで質問がもうバン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 こう来るのでそれに答えるのに大変でしたね、えー、まずあの材料っていうのは英語でイングレディエン s 言いにくいですね私も舌が回っていませんイングレ e ィエンツイングレディエンツああ言いにくいですねまあ材料ということなんですねで1人分というのは par one person p ワ r person とも言います えー、そして、まあ、材料をお見せするわけですね。This is 何 n a、えー、例えば This is an egg, this is で調味料を、まあ、調,理調味するというのはシーズニング、まああの。四季のシーズンなんですけど、あのシーズニングって言います。でお醤油はソイソース。えーまあ、あとはお塩、ソールト。胡椒がペッパー。 で,すよ、ね、でサラダ油とか、まあ、油はクッキングオイルって言います。であとは味噌お味噌は味噌ペーストっていうふうに言いますね。であとはケチャップ、えー、マヨネーズ。 えー、マヨネーズは日本のマヨネーズの、あのー、容器はとても、あのー、興味津々で見ています、えー、アメリカのマヨネーズは瓶に入ってるんですよねで、うん、味も違いますね日本の方が濃くてアメリカの方が薄い気がしますで、あのーまあ、調理といったら肉かあ <laughs> 煮るか焼くか炒めるかまあそんなところなんですけれども、えー まあえー、例えば卵焼きを焼くのを皆さん卵焼きはでもアメリカ人でもやりますからね、まあ、それを英語で説明する最初から難しいのはやらない方がいいと思うんですよねだから卵焼きをするのを英語で何とやるか、まあえー、フライパンを温めるヒートですよねヒートアフライングペン。 フライパンは英語で「f フ y i n g pan これが FLY だと空を飛ぶフライパンになるので FRY frying pan にしてください。Heat a frying pan and あまあ あのフライパンの中に入れるというのは「put」何でも「put into into」というのは中に、put、例えば「put egg into」はフライ a ンでフライパンの中,中に卵を入れるっていうだけですよねはいまあそのぐらいで卵焼きの場合はあ間違うですね目玉焼きの場合はそれで OK ですというふうに皆さんが朝自分の食べるものとか お昼夜でもいいんですけれども自分の作る料理を英語で、えー、まあ説明できるかどうかちょっとチャレンジしてみてください。うーんそうですね例えば、えー、とおにぎりおにぎりは英語でライスボールお米のボールって感じですよねライスボール中にあのいろいろ入れたりしますよね梅干しとかシャキャとかそういうので、えー、皆さん うまくなくていいんです。ただただ、えー、最初ですので、えー、自分なりに、えー、どういうふうに、えーまあ、説明できるかなっていうのを考えていただきたいと思います。お味噌汁なんかも難しいって言えば難しいですよね。まあ、あのわかめを説明したりとか、お豆腐を説明したりとか、ネギですよね。あのまあ、えー 私はアメリカ人の方にあのちょっとお教えしたりしたんですけれどもキュウリやネギをタタタタタタってこう切るのを見せるとワオって言われますね。あのまあえー、割とアメリカの料理は大雑把なので日本人の主婦の方が作るのを見るとワオっていうふうにおっしゃいますね。 なので、えー、と皆さんもちょっと自分があの、えー、料理人になったつもりで、えー、調理をの仕方を、えー、外国人の方に教えるっていうのをちょっとやってみてください。えー、次回はその、まあ、あの私がやったことをちょっと恥ずかしいですけれども皆さんにお見せしながら説明したいと思います。では皆さん Please challenge Uh, for cooking Japanese cooking or anything like a Chinese cooking or other cooking so please try で、えー、今回は皆様に、えー、と英語で、えー、料理をする説明ですね料理説明をするということをちょっとチャレンジしていただきたいということでした、uh, ではまた I see you later bye えー、ちょっと言い忘れてしまいましたけれども皆さんインスタントラーメン調理できますよねインスタントラーメンの作り方を英語でちょっと考えてみてください言い忘れてしまいましたごめんなさいインスタントラーメンの作り方よろしくお願いします、えー、また言い忘れてしまいました大事な言葉、えー、登録をよろしくお願いします